皆さんおはようございます。弱小底辺 YouTuber ぶっちゃけ丸です。今日はですね、敬老の日もね近いということで、日本人のね平均寿命、こういったものについてねお話してみたいな、まあ、そんな風に思いました。それでですね、いろいろ調べたところ、やはりね年々ですけども、日本人のね平均寿命っていうのはねこう伸びてるなーっていう感じなんですけど、まあ、伸びがね鈍化してるとは言っても、まあわずかずつでも伸びてますよというところなんですけどね。これがですね、いろいろですね、区分別に調べてみるとね、まあ、結構ちょっとショッキングな、お話がありましたということで、まあ、そういったものをねちょっとねお話ししてみたいと思います。まあ、これはですね、まあ、男女のね、まあ、配偶関係別の、死亡中央値ということでね、まあ、ざっくり言ったら、結婚してない、人、そしてね結婚して離婚した人、それと亡くなる時に、配偶者がいらっしゃった方、そしてですね、配偶者を、と死別してね、その後に亡くなった人というね、このカテゴリーで、まあ、マトリックスがねできるわけですよね、女性と男性とということでね。それでねお話ししますと、ですね、未婚の男性、実はですね 67.2 歳で、まあ、一番亡くなってますよと、まあ、亡くなる人が多い年齢ですよと。でその次がですね、まあ、離別、まあ、これ離婚と言ってもいいと思うんですけども、まあ、これがね 72.9 歳、それでね、まあ、配偶者がある場合ですと 81.6 歳、死別が 88.4 歳となります。どっちか女性なんですけど、未婚の場合 81.6 歳ですね、亡くなる年齢の中央値なんですけど、これがね離婚の場合ですと 80.9 歳ですね。それでですね、配偶者がいる状態で亡くなる場合は 78.6 歳というふうになりまして、死別の場合ですね、つまりまあ旦那さんが先に亡くなったよっていう場合は91歳というふうなね感じで、まあね、中央値が出てますけども、まあ、これでね、まあ、死別に関してはですけども、まあ、非常にね長生きされてるというふうに、まあ、印象があると思うんですけど、まあ、長生きしたからこそね、配偶者のね、一方の方がね亡くなってしまいましたということもね言えるので、まあ、これに関してはね本当にね大往生とかね天寿を全うしたっていう方がね非常に多いのかなっていうイメージがあります。他方なんですけども、未婚の男性 67.2 歳が中央値となってますけども、67歳っていうと、年金受給年齢が65歳って考えたら、2年ちょっとしかもらえないんですかみたいなね、そんなレベルの話になってきますということで、まあ本当にね60代ですかみたいなね、ちょっと驚きの思ってね私この数字見たんですけども、最近ね未婚の人っていうのはね、こう男性だとまあ4人に1人とかね50歳までに結婚しない人って言いますけど、これどんどんね今伸びてて、なんならね将来3人に1人が結婚しないんじゃないかまでね言われてます。だから女性でもね現時点でも7人に1人結婚してないって言ってますけども、これもねどんどんねこう未婚の方が増えてるというふうに言えますけど、こちらこう女性見ますとね 81.6 歳ということなんですけど、これがね、離婚した場合が 80.9 歳、それで配偶者がいる状態で亡くなられた場合が 78.6 歳ということで、結婚しない人が長生きしてるっていうね、まあまあ、そんなに大きな数字じゃないんで、まあ、ただ誤差を超えた範囲かなというレベルではあるんですけどね、まあ、他方ね、男性の場合が 67.2 歳で離婚で 72.9 歳で配偶者ありで 81.6 歳ということですから、結婚したかしないかでね、14年も違うんですかと、まあこれはまあ誤差とはとても言えないなというねレベルの差ですということで、でこれはですね、まあ女性の方はちょっと差が非常に少ないんで、まあ
難しいんですけどね、分析が。男性はもうこれ明白らしいんですよね。まあ、特に一番よく言われるのはやっぱり生活習慣、特に食生活ですね。これに関してですね、まあ、未婚の男性、まあ、独身男性ですねっていうのは、まあ、食生活が乱れてる人が多いですよと、まあ、外食も多いですよということで、女性のね、未婚の人っていうのはね、外食あんましないんですね、統計的にはね。やっぱりご自身でこう料理を作られるっていう方が多くて、ですから男性もね、まあ、食事はするんだけど、まあ、なんか自分の好きなものばっかり食べちゃうみたいなところがあって、それがね、まあ、どうしようこう生活習慣病を誘発してですね、まあ、その生活習慣病に起因することで、まあ、病気でね、早く亡くなってしまうということで、逆にですからがんで亡くなる人とかは少ないんですね。他の例えばですけど、こう配偶者があるとかね、死別で亡くなられましたみたいなところですと、でなんでかというとこれ簡単で、がんの最大の原因というのは加齢なんですよね。ですから長生きしない人はがんにかかる前に他の疾患で亡くなっている可能性が高いということでね、まあ本当はこれにですね、まあ、収入とか、職業とかっていうのももっとこう、まあ、掛け合わせていってね、もっと大きなマトリックス作るとですね、さらにね、例えばブルーカラーの人がね、早く、まあ、亡くなりやすいですよとかね、学校の先生とかそういった人は長生きしやすいですよとか、そういった統計もあるんですけども、まあ、そこまでいくとね、非常に細かくなるんで、今回は、ね、結婚しない男性と結婚した男性で14年も、ね、平均寿命、まあね、死亡中央値ですね、差がありますよっていうね、まあ、ショッキングな数字と、女性の方はね、対してね、まあ、結婚した人としない人でですね、3歳ぐらい結婚しながら長生きしますよっていうね、まあ、真逆の結果になってしまいましたっていうね、まあ、敬老の日近いんでね、まあ、今ね、もうどうしよう、日本人のね、2人に1人がね、まあ、50歳になるよなんていうね、今、まあ、本当に高齢化が進んだ日本ですけども、まあ、たまにはね、その高齢化した、したっていうね、まあ、大きな話だけじゃなくて、その中にあるね、現代だからこそ起きうる、例えばですけども、先ほど私申し上げた通りね、結婚しない人が増えてますよとかね、まあ、そんなね、話なんかも合わせてね、こういった数字なんか見ていくとね、興味深い、まあ、そんなね、結果がね、あって、まあ、これがね、ね、まあ、そういった、まあ、敬老の日にちなんだね、日本人の平均寿命のね、まあ、細かいところをですね、一本ね、動画作らせてもらいました。本日もね、動画のご視聴いただきましてありがとうございました。失礼します。